はい、今から始めます。あ、どうもこんにちは。あ、どうも。はい。この間デブの時にライブに変わったから、これ渡したから。この間の。なってる人が。どうも皆さんこんにちは。あ、こんばんは。あの、え、この林読大使16日いただいたと思うんですが、一応もう一回大体渡したから。あ、いただきました。どうも皆さんこんばんは。ただいまからですね、関西電力本店前からトップ原子力関電包囲工場の模様を配信します。どうも、ですね、今日はさっきですね、朝から今日だけじゃないとは思うんですけど、辺野古の方の、キャンプシャブのゲート前ですね、ゲート前でちょっとなんかすごく、この前、あ、どうも、こんばんは。先週の日曜日にあの人というかな、そのなんていうか、選挙の結果にいかんにかかわらず基地建設が推進するっていうことを、まあ、もともと明言してたというか、そうとは思ってたんだけど、このままなったりするでも、その、サポートしてるユーザーの方が配信した時にツイキャスアラートで通知が来るじゃないですか。それが来ないんですよね、今日から。どういうわけか。
どうもこんばんは、どうも。あ、どうも。こんばんは、どうも。ちょっと移動します。よし。これでライブだから、歩くだから、歩くだからって、あ、どうもこんばんは。こうやってですね。こうやってですね。サポートしているユーザーの方が配信した時に来る通知が来ないんですよね。BGM 祭りが、あ、どうもこんばんは。はい、で、この、辺野古キャンプのまた救急車が呼ばれて、おけがされた方がおられたということで、おけがさせられた方がおられたということで、今日も機動隊員が襲撃してきたので、けが人が続出してたということで。で、今日はその辺野古キャンプからのその配信のあら通知も来なかったんですよ、僕のところに。全くどうなってんのかな、タイムラインでようやく気がついたって感じで。あ、どうもー、こんばんは。いや、複数の方ですね。ここ2日ぐらい全く気づかなかったんですけど、多分そのアプリの方のちょっと不具合なんかなと思うんですけどね。ツイキャスビュアーのアプリの方の不具合だと思うんですよ。他の方もなんかおかしいとか言ってる方もおられますし、ですね、アプリをですね、削除して入れ直すとかですね。あ、どうも。どうもこんばんは、どうも。この前は80代の方が、救急車で運ばれるというか放置されてたらしいですけど、あ、どうもこんばんは。あ、どうもありがとうございます。アプリの不具合だと思うんですよね。今日一瞬ついに凍結されたかと思ったんですけど、僕が。株式会社モイの覚えも悪そうなんで、僕。先週のどうも、ありがとうございます。先週のなんだっけ。2回目の動画削除事件があった。あ、帰っていくな。なんか、あ、今見えました？高そうな車が帰っていく。あ、なんか帰っていきますね。重役でしょうか。社長かもしれないですね。出張か誰かが帰ってきます。帰ってきました。これアラート来ないんですよね。通知が来ないんですよね、配信した時。そうやな。タイムラグとかあると思うんですけど、例えば今日やっちゃった沖縄の
方の配信の、はいはいはい、ツイッチでまた来なかった人ですね。あ、そうだ。あれはボロボロ入ったよ。そうですか。あと他の方の通知も来ない。ガメラさんのは入った。え、知ってました。ガメラさん何回か。いや、それまた撮影入ってますね。今日もまた入ってない。また入ってない。ここ数日2日ぐらいから前からまた入ってこないです。アップデートした時、アプリアップデートした時にこの機種でもほぼ同じ機種。コリの方が入ってるみたいな。ああ。入ってるんですか。いや、入ってないですよ、全く。入ってない。うん。全く静か。他のだから、例えば別に他にサポートしてるユーザーのやつも待っとる。ああ、そうだね。うん。なんかもう、あれちゃう、切られるんちゃう。だからそう思ったんですね、一瞬。今日はもうちょっとしたら、凍結されると思われる僕です。どうも。あ、どうも、こんばんは。PC のアプリで、Google では、パソコン時の方じゃなくてですね、パソコンの方じゃなくて、Android スマートフォンの方ですね。Xperia です。IS12S の方ですね。通知がちょっとおかしいんですよね。まあ、もうすぐ、凍結される僕ですけどね。スマートフォン、はい、スマートフォンの方です。あ、こんばんは、どうも。どうもどうも、ツイキャスを始めると、他の方が、サポートユーザーが配信すると、このスマートフォンの方に送られてくる通知が僕来ないんですよ、今日。なんでなんかなって。だからアプリの調子が悪いからかも。みんな、スマホ持ってる人に聞いてください。私よくわかりません。他の方も調子悪いらしいです。かなり株式会社モイ株式会社の覚えが悪いようなんで、僕もう2回目の動画削除ですからね。あれもう削除されたの返ってこないんですか。いや、だから発信した本人は見れるんですよ。見れるしダウンロードもできるんですよ。一般には公開しないと。え、一般には公開できない。はい。持ってますし、大丈夫です。アップロードはできないってこと。だから他のサイトにアップロードはできます。だから一遍吸い取ってメヤンって。あれコメントとかも全部消えちゃったんですか。コメントとはどうなんやろな。動画の部分だけ見れないんですか。それともページ自体は見えないのか。どうなんですか。アクセスできないかもしれない。だからアーカイブの一覧には載ってないでしょ。ログアウトして見ると、そうですよね。なんか一個飛んでるな。飛んでるんですよ。もうあれですね。やっぱり日本国内のサイトなんで割と多分警察が行ってきよったと思うんですよ。一応僕自体はそのダウンロード、今削除された動画って見れるんですよ。前の駆動動画も見れるんですよ、一応。あ、どうもこんばんは、どうも。YouTube は OK なんですか。 YouTube 削除されます。でも今度なんかモザイク入ってるのは。あ、モザイクバージョン OK らしいんですよ。それ OK。 ちょっとずれてるんですけど、あ、ずれてるっていう。動画はあれは削除ですか。あれ削除ですね。91時間後ぐらいに削除した。48時間の猶予を与えるとか言ったんですよ。さっき YouTube が。あ、昨日もなんか言ってきましたね。そういえば英語で YouTube からお手紙でメールが来たんですけど、翻訳するの忘れて寝てもたんです。めんどくさかった。
もうあるんですよ、動画見ながらずれてるずれてるっていう大爆笑したんで、素晴らしいですね。あれ、なんか豪邸だとか言ってる人いましたね、びっくりした。ふざけんじゃねえよっていうことですね。どういう理屈で合成やっていうのを言ってみろって言ったら何も言えやからね。言っちゃ悪いけど、あんだけ、画質が悪いのを合成するってめっちゃ高度ですよね。入ってるんですね。ちょっといっぺん変えてから今日はツイキャスの、なんだっけ、アプリを削除してまた入れ直してみます。それぐらいしかやることないんで。ちなみにツイキャスから凍結っていうか永久追放されると他のアカウントで上げても本人やって確認され次第すぐ削除される。あ、そうなんですか。特に意味はないですよ。通信切るよね。以前ね、そっちの方からなんか大阪府警が人たちが来たんですよね。いや、どっかさ、これでね、ぐるぐる回ってるんですよ、車で。というわけでですね。画面に映ってる科学館は関西電力が金出して作らせたやつなんですね。アカウント停止になってもちょっと一応解除願い軽いやつだとその、追加すれば凍結解除願いっていうのを出したら凍結解除してくれるんですけど、でもあんまり立ちが悪いと永久追放になる。立ちが悪いというかそので、苦情は一切申し付けません、申し入れませんって書いてある。一応だから英語の文章で48時間の猶予を与える、あなたのコンテンツに対して複数の苦情が複数じゃないか、多分単独または複数の削除は、なんか削除されたんですか。されましたよ。この前の辺野古に記事を絶対作らせない大阪行動に献血者っていうか日本赤十字のやつがいたんですよ。日本赤十字のやつはなんかいいねをつけてきてですね、大阪行動の人に対してオスプレイ万歳、知らんがなオスプレイ万歳って言ったんですね。正確にはもっぺんてるらーって言ってドライつけたんですね。あー、なんか見たな、なんかツイッターかフェイスブックで、なんで赤十字の人がそんな発言をするんだろう。天皇、赤十字はあれでしょ、オスプレイ好きなんでしょ、辺野古の基地を作らせたいんでしょうね。だからその後も赤十字の、DJ 赤、DJ 献血マンが、公安のやつずっと長々と話してるんですよ。ズブズブやったってことですね、要は。何の話してたかなと思ったら、あれですね、このだから動画削除の件をポリに頼んでるんですよね。つまり、だから僕がアップロードしてから正確には8時間か7時間ぐらいで、YouTube の方から、なんだっけ、メールが来てるんですよ。ちなみに G メールですけど、そりゃそうだろうという感じですけど、YouTube から Yahoo メールが来たら怖いなと思うんですけどね、びっくりするけどですね。なるほどね。12月から秘密保護法施行でしたっけね。これ2回目ですよ、でも。前は工藤博之が僕のことを攻撃してきた
のを取り返したら、それなんでこっちの方があの被害者なのに、それまた幸せ削除されてる。累計で91時間ですね。だからその一応その抗議したんですね、 YouTube の方に。公的機関の職員が、差別暴言をしているのをルポタージュしている動画を削除するっていうことは、その日本政府の政治的弾圧に加担することになるぞって一応 YouTube に言ってやったんですよ。日本語でしたね。英語書けないですからね。 Google 翻訳顔がなくしやがると思うんですよね、ちゃんと。何書いてるか分からないが、ちょっと一応日本語で書いてきてくれって言ってるんですけど、アメリカで削除してるのかな。僕に来たメールは英語でしたね。全部分かると思いますね。この英語に来たやつを僕が機械翻訳して、割と内容的にはそんなに分かりやすかったんで、おそらく日本語しか分かりないのかなという気もしないでもないですね。はい、はいって返事しなあかん、返事したあかんですね。どうもこんばんは。しゃがみ込んでますけどね。椅子とかいいですね。椅子みたいなのがあったらいいですね。なんか椅子みたいなのがあったらいいっすね。うまい。
日本語で送ってもちゃんと Google 翻訳さんでうまいことやりやがると思うんですよね。同じ英語でも日本の人が書いた英文の方がその機械翻訳した時に割と日本人に分かりやすい表現になるってことはあるんかな。そういえば昨日その僕はああなんか押しましたよ。僕は投稿したその抗議文というか反論に対してなんだっけ YouTube からのそのまた返信があったんですけどね。それ翻訳するのめんどくさかったんですよ。でそのままメンテもたんですけど、ちょっと後でちょっと見てみます。現在複数のオスプレイ野郎動画が完成しているというのことで、各地で、はい、私ちゃうで、くまさん、ああ、僕もチョコレートには目がないし、はい、あ、どうもいただきますね、目がない方で、申し訳、いただきます、どうも、あ、今時代はチョコレートもらったんですね。あ、オスプレイヤーにはほんま頭きたんですね。出てこい、この研究者が出てこいって言ってやったんですけど、研究室まで研究者の中へっこみたらもう全然出てきやがらなかったんですけどね。はい、あ、明日も研究室ありますね。ホームページに書いてるんですよね。あなたの町にバスいつ来るみたいな、どこに来るみたいな、ええ、検索の、ああ、はいはい、それを見たら12月は分かんなかったの、今月はどこ、4時までか、カリスマ献血呼び込み野郎なんですけどあいつの割と有名人なんですみたいですね。有名人っていうか多分広告代理店的によろしくってことなんでしょう、ね、だから DJ ポリスとか同じなんですかね。でもなんかはっきり言って下品ですよね、喋り方非常に下品だと思います。係長ですけど、そういったらますますあんな献血推進部係長でございます。さっきの悪、そんな役職ついててあんな下品なんてちょっとどうかなと思いますね。あ、もうそれが献血でございます。それが日本史的重罪でございます。あれがなんか大阪の人だって思われるなんて、大阪に住んでて嫌だなと思って。多分ポリに頼んだんでしょうね。ポリもう言い出してますもうどれ、いいや、違う、そうなんです。オスプレイ野郎の写真をですね、T シャツにしてみようかななんて考えておりますね。オスプレイ野郎ブームでもつあ、どうもこんばんは。
あのモザイクバージョンもできました。ずれて、あ、いや、あのブラックブラック、フルサイズでございまして、でこあの投稿したやつの税金で取られてんじゃないですか。もうだから公的なんですかね、特殊法人っていうか、そのほぼ公務員に近い。あ、そうです。あ、これ市の市税じゃないんですか。風ですね。大阪府支部ですか。あ、こんばんは。堺から来ました。特殊あの今日は皆様にちょっと原発とはちょっと離れてるんやけれどもご案内をしに来ました。この8月31日に、堺で7月に開かれた在徳会系の団体のやったヘイトパネル展。検証、いわゆる従軍慰安婦展といって、従軍慰安婦にされたおばあさんたちや、それから在日コリアン、韓国、そういうのを、韓国、朝鮮、そういうのをクソミソに言うヘイトパネル展が行われましたが、それの後で対抗企画として、丹羽正雄弁護士と大学教員の元百合子さんをお招きして、やった、堺でやった講演会の講演録、全部、録音を起こしました。54ページあって300円、300円でヘイトスピーチとは何か、在徳会とは何であるか、ヘイトスピーチの法律による規制はどうあるべきか、そういったことが全部わかります。一通り、300円です。今日持ってきてる残部一部しかありませんが、どなたかご希望の方にお譲りします。よろしくお願いします。以上です。もうあれですよ。今プレミアムプレミアムミミミミ一部300円、しゃすみません、声が、皆様、こんばんは。先週動画削除された僕です。どうもこんばんは。先週ですね、辺野古の基地を絶対作らせない大阪行動というのは毎週土曜日に、JR 大阪駅前で行われているんですけど、あれの後、その後にですね、皆さんご存知の方もおられると思うんですけど、日本赤十字社大阪支部の献血センターのやつが、職員が、大阪行動の参加者に対して、なんだっけな、正確には知らんがな、あ、いいっすよ、いいっすよ、いやいや、正確には知らんがな、オスプレイバンザイに行ったんで、だから、それに対して抗議をしたっていう動画があったんですけど、これを、追加すると、それをさらにファイルをアップロードした YouTube の資料があります。それに関して、これ削除は2回目になっておりまして、前回は、奈良県の工藤博之という、原発推進勢力に雇われたというか、コーチというか、やつがあるんですけど、僕のことを攻撃したんですが、襲撃してきたのを僕が撮影したら、逆にこっちの方が削除されるという。よう分からんことになってたんですけど、それの時と2回目になりますね。ライブやる？そうそうそう。でも削除要請出したのは多分気が付いたと思うんですよね。というわけで、それに対して厳重に抗議するということでございます。明日もそのオスプレイ野郎がまだ来上がると思うんで、明日の大阪駅前での、献血者は、午後14時から16時までのことまでということです。また例の、カリスマ献血野郎とか、ね、オスプレイ好き野郎がまだ来上がると思うんで、皆さん大笑いしてやってくださいということで、皆さんよろしくお願いします。カリスマ献血野郎、献血呼び込み野郎って言ったじゃないですか。あれ
あれっていうか、あの人は割と有名人なんですよ。ほんと？テレビいろんなとこ出てるんですよ。そういえば、堺でな、今日な、大阪工場のチラシもらってきたやつ巻いた。あ、ありがとうございます。堺に本棚が巻いた。1時間弱で200本。ちょっと下向き、下。ごめん。あ、いやいや。顔入らないんですよ。時々入ってるけど。南側出口前で3人こちら見てた。誰だ、誰が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 、誰ですか。 あいつらが、あいつら、関連不動産のやつらで、見てんじゃねえよーって怒鳴ってやった。明らかにテレビの人っぽい格好じゃない。そうなんですよ。よくこっちの方を監視して何来とるかって、持ってやがるんですよね。それで見とれに来やろうかな、まあ、あ、どうもこんばんは。あ、今日はと、なんだっけ、今日はツイートのなんちゃらはあったっけな。こんにちは、こんにちは、サグジャの、あ、今日は割とぬくいですね。あ、どうも。暗くてごめんなさいってやつ。あ、トイレ。何してんだか、いつら。暗くて見えないし、なんか変な奴らがいっぱいいるな。あ、入っていく。感電車がお帰りになられます。全然暗くてわけわからないですね。今日はツイートのニュースはあるのかな。割となんかぬくいっぽいですね。少しほんまに激寒ではない。割と風がない感じなんで、もう割と先週は割と寒そうな人だったんですけど、あ、ライトアップ、ライトアップ、ちょっと待って、マックスです。ライティング。でも真っ暗やから分からないですよね。ここすごく暗いんですよ。はい、あ、どうもどうもどうも、お疲れ様です。これは何や、あ、これギターか。わけのわからぬオブジェがあるんですけど、運行オブジェって言ったら
ですけど、まあそんなオブジェがあるんですけど、でこれは監視カメラです。あ、ちょっとでも寒くなってきたですね、やっぱり。だいぶ寒くなってきたです、きっと。先週に比べて全然ぬくいですね。風がないから良かったです。もう風。今全く向こうや。あ、そうですね。葉っぱが揺れてないのか。脳葉っぱ揺れて、どうぞ。どうぞどうぞって。何度も。このことは言うてるんですけど、今日もまた判決、大井差し止め裁判の判決良心について話させてもらいたいと思います。10月に今度は大井裁判は判決が置いたわけですけど、名古屋支部、金沢、名古屋高等裁判所、金沢支部で控訴審が始まりました。これは10月、11月5日だったかな、あったんですけど、僕はそれに出たんですけど、200人近くの人がね、傍聴に来ていました。それでこの大井裁判が始まった福井での第1回の裁判の時、僕はたまたま福井県庁前の金曜行動というのがあるんですけど、それに参加するつもりで行って、その後半にも出席できたわけです。それで後半が終わった後ね、報告会がありました。その時に弁護士のね、海斗さんとか福井の大井裁判の弁護団がの報告があったんですけど、その時僕はね、要するに大井裁判なんて今までほとんど負けてると、この裁判を戦うのにそれほどの意義があるのかというような質問をね、海斗さんにしたわけです。それでは海斗さんが答えて、もちろん市民運動が一番重要であるけど、裁判は裁判としてやる必要があると。その時 僕なんかね、裁判っていうのを分けるに決まってるというような、こう既成概念にとらわれていると言ったわけですね。だからまさか勝つとは思わなかったと。だからここで他の人はどうか知らんけど、原発についての運動についてね、やっぱり福島以来、政治家もそうですけど、裁判官も相当こう深刻な影響を受けていると、それがこの大井裁判の判決にもつながっていると思うんです。だからいろんな点でね、有名な小出さんなんかも裁判大井判決が下りた人も知り合いにね、勝ったけど控訴審では負けますよと言うたらしいけど、こういうのは今小出さんもね変わってて、やっぱり今までこうやってきた人は裁判では負けるんだという、こういうこう既成概念にねとらわれてると、こういうのを我々は、僕も自身もそうだったしね、脱ぎ捨てる必要があると思うんです。で、今度は28日ですか、大津で高浜原発と大井原発の仮差し止め訴訟というのが
の判決と聞いたんですけど、あるらしいんです。それはあの滋賀原発でね、あの原発差し止めを判決した井戸さんが弁護士でやっているわけですけど、これも今日あの大井裁判の事務局長である松田さんに聞いたら非常に有望であると、裁判は勝つ可能性があるというふうに言うてるそうです。そういうふうにあのここにあの2つの本があるんですけど、一つは判決用紙ですけど、一つは動かすな原発というね、岩波書店のブックレットで出てる本なんですけど、この中であの脱原発あの弁護団のね、河合さんがかなりこうあの裁判闘争の戦略について述べてますし、この大井判決用紙とさらにこっちをね読んだら、今の裁判闘争の状況とか今後の方向というのがよくわかると思うんです。だからあのぜひこれを読んでね、その裁判闘争をこういかに運動化するか、これを運動化できたら相当のね、こう我々のこういうあのデモとかやってる市民運動に加えて大きな力となると思いますのでね、あのこういうあの裁判にも大いに、僕もあの市民運動派やけど、この裁判闘争というのはもう考えを改めて、あのこの裁判闘争も運動化するためにどうしようかということを考えてね、あのこの判決用紙のこう臨読会とか、これを読む運動を進めたいと思っています。そういう実情というか、僕自身の意見を述べさせてもらいました。はい、どうも。僕は端末行動の坂本です。こんばんは。今日巻きましたビラというか資料はですね、非常に、象徴的な内容になっています。持ってらっしゃらない方はあのお渡ししますので、これはあの NHK のサイトから拾ってきた文章を、本来2種類9月1日と9月3日の文書があるわけなんですけども、この文書の中から一つ大きな問題がはっきり、読み取れるんじゃないかなと思って作りました。簡単にちょっと読みますね。福島第一原子力発電所で、事故対応の工事などに関わっている作業員たちが、待遇が被爆の危険を伴う危険に見合っていないと主張して、裁判を起こしたわけです。これが9月1日です。ところが9月3日になると、福島第一原子力発電所で事故対応に当たる作業員たちが、危険な業務に見合った手当が支払われていないのでというふうになっています。なんという文言が抜けたかといいますと、被爆の危険を伴うというこの4文字が NHK の報道から見事にあの削除されています。ご存じの通り、事故の収束作業は困難を極めております。そうした中で危険手当というふうな形で手当が支給されていたわけですけれども、その危険手当が被爆を含む危険というふうに理解して、現場の作業員の方が4名、東京電力と16社の協力企業を相手に裁判を起こしました。その報道機です。ですから天下の NHK というふうに言われていますけれども、わずか3日後には福島の事故収束の現場は危険な現場ではあるけれども、被爆という問題については全く触れなかったわけですから、被爆という問題が消されてしまいました。あるならば危険というのは何を指しているのかというふうな議論になるんですけど、まあ、
とした議論は横に置くとして、これほど被爆という問題を多くの国民から目をそらされるという意図は、やはり大変大きな問題があるんじゃないかなと思います。被爆を伴う危険な作業に対して正当な対価が払われていないということで、訴状を提出して裁判に訴えた人たちの紹介記事から被爆を抜いてしまったら、これは誰が見ても事故の収束現場は危険な現場、言うならば普通の現場というふうな誤解が生まれることは確かです。あの1号機から3号機まで瓦礫になってしまっているような場所を、もし普通に解体作業としてやってしまえば、今頃さら地に十分なるだけの時間がありました。ところがさら地にできなかったのは、当然溶融した熱板をした原子炉容器内のさまざまな放射線量を含む物質等が取り除けないということで、いまだにあの建屋はカバーで覆ってみたりいろいろしてますけれども、結果的にはなんだ根本的な解決には至っていないというのが現状ではないでしょうか。ですからここで被爆という問題を除いてしまうと、訴え出た人たちの真意は単なる労働単価の問題にすり替えられてしまいます。被爆の問題を中心にして飛行占領下の手当として支払われている賃金が消えてしまいます。あまりにも人手不足がひどいもんですから、東京電力は今年の春、労務単価、これはまあ一人当たりの1日の支払い金額を1万円から2万円値上げするようにとゼネコンに指示しています。しかし昨今流れてくる求人情報を見ておりますと、3月以降も全く変化はありません。危険手当というものもどこかで、ピンハネされてしまっています。それは除染作業においても同じことが言えます。放線量下の除染現場は特殊勤務手当ということで、1万円が環境省から支払うようにゼネコンに提案されました。ところがその特殊勤務手当をピンハネしてしまいました。これで福島の仲間たち立ち上がって、2年前に被爆労働を考えるネットワークを作って、そして1600万ほどの未払いの賃金を獲得することができました。今年の春には前田体制を含むゼネコンに対する、いわゆる安全性の担保をしっかりしろと、さらに下請けがピンハネする、そうした構造をやめさせろという被爆労働者の春闘も展開しています。除染作業におきましても、先ほど言いましたように特殊勤務手当という名称になっています。なぜ特殊という名前と勤務手当、ここでも被爆という言葉は全く使われておりません。ところが一方では除染が進んだと言っている部分については、先々月ですか、1万円の手当を6600円に値下げしています。ちゃんと支払う側は分かっている、そのように考えていいと思います。危険手当というのは実は被爆労働手当というふうに考えてまず間違いありませんし、その通りなんです。ただ被爆という言葉を使ってしまうと、いろいろ誤解が生まれるというふうな説明で、被爆という言葉を使わずに特殊勤務手当、もしくは危険手当という、そういう名称にしております。ですから NHK は被爆含む危険手当という、この文言を慌てて3日後にいわゆるネット上から削除して、そして危険手当に置き換えてしまいました。これが実は福島の現状を非常に見えなくしている一つのマスコミの、言うならば NHK の恣意的な改ざんだと、そのように読み取ることができるのではないでしょうか。 NHK もやはり
進運動に参加しているということの証明だと私はそのように考えております。なぜ被爆という言葉を使わなかったのか、ここに大きな問題があるのではないかと思っています。仙台原発の話に少し話が変わります。原子力安全規制委員会は再稼働について OK 出しました。しかし安全とは言っていないというふうに言っています。その問題はその問題として大きな問題を抱えていることは確かです。避難経路の問題、あるいは火山の問題、解決されていない問題は反省しています。しかし私たちはあの規制委員会の審査基準の中に働いている人たちの安全性の担保をめぐる審査が全く存在していないということについては非常に大きな違和感を覚えてしまいます。どんな防波堤を作ろうが、どんな建屋を作ろうが、動かすのは人間です。その人間の健康が担保されていなければ、結果的な人為的な単純なミス、ケアレスミス含むミスが生まれてしまいます。現在まで原発の事故の中で単純なミスというふうに考えられたのは 90% 以上です。人為的なミスです。あとは景気の不良、これは経年劣化した景気が誤作動を起こして水を引き起こしたということですから、点検時に本来発見されるはずです。ところがその他の事故は捜査上のミスというふうに表現されておりますけれども、捜査上というのは機械を動かしているときに誤ってスイッチを押したミスというふうに理解するのが一番正しいでしょう。じゃあ誰がそれをやったんですかという話になると、そこで働いている人のミスということになってしまうわけです。こうやって働いている人たちのミスをどうやって防ぐのかということは、今年の春先相当東京電力と規制委員会が議論して人為的なミスをなくしましょうというふうに言っているんですけれども、現場から上がってきている声はもうそれは無理ですと。なぜかと言いますと、いつもここで申し上げますけど、もう熟練した技術者はほとんど残っていません。そしてネットで集めた若い、いわゆる経験のない人たちを大量に現場に投入するという手法に変えた結果、現場が進まなくなってしまいました。あの凍土壁の問題もその一つの具体的な事例ではないかと思います。320億かけたんです。そして夏場にタイペックとフルフェイスのマスクで熱中症で倒れるような人たちがたくさん出るような作業をして、最終的に掘った穴に氷を10トン毎日放り込むというふうな非常に原始的な方法しか取れなくて、最終アウトになってしまいました。じゃあ汚染水問題はどうするんでしょうかという質問に対して、今もう何ら行動がなされていません。しかし400トンの汚染水は毎日溜まり続けているわけです。それと汚染水タンクは今1万数千トン溜め込んだ汚染水があるというふうに言われています。これは耐久年度が3年という仮設のタンクですから、すでに耐久年度に達しています。いつ汚染水が爆発的に漏れ出すか、これもわからない。そこで東京電力は今必死になって景気に頼らない安全確認ということで、労働者を動員して目視確認と一個一個タンクを回らせて確認させる作業を始めています。ここがまた非常に高い線量の場所であって、それを結局タンクの耐久年度と人間の目視というのに矛盾があるということも百も承知でやらせているわけですね。やっているというアリバイ作りだと思います。タンクをどうするんだと、汚染水どうするんだと言ったときに、すぐに関係各部署と議論をして決めて最善の策を立てますというふうに東京電力言うんですけども、今のところ最善の策というのは一回も行われていなくて、ただひたすら労働者の被爆線量だけが高くなって、累々たる被爆を受けた労働者だけが増えていく。そして今
私たちが一番危惧してますのは、若い人たちの被爆がどんどんと急増しているというのが現場、現状から読み取ることができます。若い人たちをどんどん被爆させてしまう、この訴えを起こした人を、その人の文章を読んでますと、1日で4ミリシーベルトの被爆を受けたというふうに書いています。増加で40ミリになってしまいます。50ミリになってしまうと放射線管理区域には立ち入ることができません。5年間作業ができなくなります。でどん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 使い捨てになっていきます。一方でもう福市の事故の現状は使い捨てが恒常化してしまうといいますか、当たり前になってしまう、そんな現状ではないかと思います。やはり国がきちんと責任を持ってどのように廃炉に向かうのか、そちらに舵を切らない限り福島の事故の収束はかなり先になってしまうような気がします。そういう中で仙台の原発の再稼働をすれば、また未経験な労働者が定期点検等で3000、4000とそこに導入されるわけです。ですから私どもはそうした意味で福島の事故の問題を検証する際、被爆労働の問題を検証してくださいと再三仲間たちと一緒に国に対しては提案しています。ところがその件については勝手な基準でどんどん変更基準を提案するだけで、何ら具体的な策は講じられていません。まあ、そういうことの上にこの NHK の被爆という文字を削除した意図があるのではないかと思っています。何としてもやはり原発はやめさせなければなりません。再稼働はさせてはなりません。ますます確信を強くした、まあ、資料として読んでいただければと思います。終わりだ。ただいまこちらあの、大阪中之島にある関西電力本店前から、中継しています、毎週金曜日の、午前11時ぐらいから、夜は何時ぐらいなんですかね。最近は7時半ぐらいに、7時半8時ぐらいですね。今日はツイートのなんちゃらってやね。ああ今日は佐久が来てるから今日はやる。最近隠し用だしよ、はい、先週もおらんような、おったよ、あもうなんか、先週と先々週の区別が分からなくなってきた、一瞬分からなかったけど、そういえばいけたな、あれなんですね、今日もまた再稼働反対と言うと思います。あはい。11月1日にやります。11月1日はもう終わりましたか。あ、12月1日、12月1日にやります。今月11月やったんですね。もう最近 何月かよく分からなくなってきたんですね。11月1日におっぱい始まりますっていうことですね。あれがあれっていうかあれですけど。あ、どうぞどうぞ。お疲れ様です。ちょっと告知をさせていただきます。ちょっといつもと一緒でちょっと丸読みしますが、次回第8回期日が放射能汚染がれき広域処理差し止め裁判より連絡、お知らせです。次回第8回期日があります。12月1日の月曜日です。原告側の証人と原告本人陳述を求める裁判です。大阪瓦礫差し止め裁判は前回期日に原告側の証人（専門家）と原告本人の陳述を裁判所に申請し、次回の期日を迎えます。この期日には証人の証言と原告の陳述の可否が決まると思われます。証人尋問の前の重要な局面です。申請した証人と原告全員の証言を実現させるため
多くの方に出廷傍聴参加していただき、裁判所に対して社会の関心を示すことが重要です。法廷の後には報告集会と大阪市への行動を行います。裁判の局面と今後の展開について報告と質疑を行います。裁判はそろそろ動きが急になっていきます。山場を目前に控えたこの事実にぜひ法廷に出廷傍聴参加してください。もう一回繰り返します。12月1日月曜日10時より大阪地方裁判所202号法廷、出廷する原告の方は9時半に202法廷前の廊下に集まってください。どうも、こんばんは。傍聴の方は10時までに入場してください。10時半より報告集会大阪弁護士会館で行います。その後大阪市への行動を予定しています。多くの方のご参加よろしくお願いします。という感じでして、来たる11月1日、12月1日月曜日に、大阪放射性汚染瓦礫広域処理差し止め裁判の期日があります。あ、どうぞ。朝から報告します。今日はですね、非常にいいね、関連前指揚でしてね、実は先週はですね、寒くて風が強くて、でおまけにですね、その応募がね、ちょうど整理したもんやから、そこの残土がね、舞い上がってね、まるで北京の空みたいだったんですよ。そんで、先週はひどかったです。今週は本当によかったです。でね、小学校の赤や白や青の帽子かぶったね、子供たちがいっぱい来ますしね、本当に環境的に最高でした。で、ちょっと一つね、二つお話しますとね、3時頃でしたかね、ここ通りかかったね、40代から30、後半から40のね、髪の長い男性が来られましてね、ビラ渡して呼んでくれたんですね。そしたらね、ちょっと別に離れたところに呼んでからですね、ここにはカンパがやってるのかと言われましてね、で、いや、カンパやってますかって言ったら、まだ向こうからこっちに来てくれてですね、実は1000円のカンパをしてくれたんですね。まあ、それが一番いいんじゃないと思うんですけどもね、その人もね、今の仙台原発の再稼働の問題なんかね、割とどうもね、感謝の人じゃなかったんですね。で、河内だから、仙台っていうのはね、大阪の河内、河内かなとかちょっと誤解されてるような感じがあって、だからね、割とそういう原発に対するね、運動とか、関心を持っているんだと思うんですね。だから、やっぱりね、そういう人とここにいるとね、やっぱりそういう人と巡り会えてね、かつ感覚が続くということですね。それはやっぱりいいなと思ってます。もう一つはね、面白かったのは、ここに車の2人ぐらいね、中小企業の社長か、どっから、まあ、メーカーの課長ぐらいの人ですかね、がね、この関連のビルを、ね、見上げながらね、ここが関連の本社かなとか言われてるんですね。で、僕はね、やっぱそういう関連の本社ですよ、言ったらね、ここで、ね、看板もないしなぁ、言ってね。でね、いや、ここは、これやっぱり、やらせなんかなぁ、とか言われるんですよね。結局、どこ見てもね、関西電力って名前出てこないわけですよ。本当にね、ここ変な会社やなぁ、と言いながらね、まあ、言い返したんですけどもね。で、もう正直言ってね、そういうの聞くとね、僕らね、よく、一日にね、何回もそういう人がおるんですね。近所の人でもね、ここは関西電力って知らない人が多いんですよ。で、関西電力どこですかって来る人もおるしね、本当に関西電力宣伝してないんです。看板もないしね。で、特に前にあるね、国立美術、国際美術館ありますよね、わけのわからん建物がね、あそこもそうなんですね。一応、メールかなんかでね、マップを持ってきて、ね、見てるもので、ね、分かってないってわけですね。だからね、本当に近いんだけどね、関西電力とね、国立国際美術館っていうのはね、本当に分かりにくいね、アホみたいな、あれな存在なんですね。だからやっぱりね、僕は正直言って、この原発問題がね、関西電力が完全にね、諦めてね、撤退したらね、それこそね、看板料と、から、案内料とね、もう一つぐらい合わせて、1億円ぐらいね、
請求してやろうかなと思ってるんですけどね、やっぱそれぐらいね、僕らはね、関西電力を宣伝してるんですね、逆にね。まあ、このストップを原子の関西関電法行動、これ見てね、ここは関西電力に分かるって人が多いんですわ、実のところね。そこはね、やっぱりもうちょっとね、関西電力は本当に頭を引かせてね、もっと自分たちをね、やればいいんだろうけどね、それが全然ダメだって。まあ、ともかく、いつの日か分かりませんけどね、私が1億円で請求できるので、あの費用で待ちたいと思います。以上です。ツイートノーニュースのやつとかね、やつがなんかこれからコール始めるからスピーカーの向きを変えてくれって感じ。あ、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。今から再開と反対票を始めるから、なんだっけ。あれの向きを変えてくれ。どうもお疲れ様です。どうも。弁護士はやっぱりつけられない。つけられないんです。どういうことですね。あの本人ご当該の方の意思で、まあ、そんなに ややこしい案件ではないから、まあすごく負担は多いとは思うんです。なんとかいけるという話は聞いたけど、まあこの来年の春ぐらいに再稼働か。いい弁護士さんがいてたら一緒にやってもらった方がお兄さんも楽なんじゃないかな。まあそう思うんですけど、まあ、なんかもうお変なやつはいっぱい湧いてきてるんですよね。まあまあ、何でも湧いてくるじゃないけど、で、お酒んじゃねえよ。
表出ろっていうことでございます。でございますじゃないですか。こっちの声がほとんど入ってない。入ってないですか。マイクの声見た。あ、マイクマッチ、巻き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 じゃない。こっちの声を聞きください。すみませんすみません。マイクの向きが変えられたのでこっちに行きました。問題がです。で、この人は原発反対をはっきり言いたいと言って、講演をさせていただきました。で、そういう意味で。ちょっと遠いんですけどね、あのぜひ、協力お願いしたいと思います。前売り1500円、当日200円、2000円という形で、チケット販売を頑張られています。詳しくはミラを参照してください。で、高野原発の再稼働という問題についてですけども、仙台原発が、年度内、まあ、3月ぐらい基準に焼いてます。で、まあ、規制委員会の審査は一応合格というね、しかし、まあ、補充の工事なんかがあって、審査が残っていると、で、その工事のチェックとかいうのがあって、まあ、年明けから3月ぐらいまでが一つの山だと思ってます。で、詳しくはまた熊さんなんかが現地のテントに参加して、活動してますので、また改めて報告してもらえると思います。で、それと並行して高浜が既にも審査始まってるんですね。で、そういう意味では、規制技術として、仙台について高浜、ないしは、まあ、仙台かによっては高浜が、トップを切るという状況がはっきりあります。で、昨日ですか、敦賀原発が、活断層の上にあるということを改めて、認めたと。で、活断層という問題では大井とか高浜だって無縁じゃないし、で、高浜の場合は防潮堤の火災工事などがあって、まあ審査と別に工事が残っているということで、すごい遅れてます。で、そういう意味では来年の年明けから春にかけて高浜原発の再稼働ということが大きな問題になってくると思います。で、ところで、どうもどうも、安倍は、本日衆議院を解散して総選挙を行うというふうに言ってます。で、この解散自体がね、とんでもない解散なんですけども、しかし逆に言えば、安倍のやりたい放題を止めるのは、止めるチャンスでもあるということは、はっきりしてる、はっきりあると思います。これ、集団自衛権の承認とか、で、原発再稼働に突っ走る安倍を大きく追い込んでいく、打倒していく、そういう戦いがね、今問われてるんだと思います。で、そういう、事態の中でね、アベノミクスの評価を国民の信用を問うとか言ってますけども、私たちはそうアベノミクスだけでなくて、アベノをやりたい放題を絶対許さないと、一矢報いると、そういう戦いとして戦い抜きたいと思います。で、そういう戦いの中はね、来年いよいよ再稼働かと、で、年明けにも仙台原発が再稼働されようとしている。で、3月ぐらいから高浜が具体的な調整になってくる。で、高浜の場合は
関西電力が絶対に動かすと言ってる。で高浜の1、2号機は40年を超えて、40年を超えてます。それさえも動かすということを言ってます。とてもない話です。そういう意味で、高浜原発の再稼働絶対に備え、そういう戦いをね、取り組んでいく必要があると思います。で大きくは、佐々木台に現地で大きな、集会でも行動を予定されております。また 4月ぐらいに関電1万人、関電を1万2万で放出する、そういう戦いも、準備されようとしています。私たちはこの関電に対して絶対に高浜を動かすなと、高浜の再稼働絶対反対であるという声を大きく上げていきたいと思います。以上です。ノーナンチャラの皆さん のコールさんが始まり関係したです。まあ、大木さんが熊さんもやってると評価してくださったので何やってるかというのを皆さんお伝えいたします。一応再稼働の一番近い原発が仙台原発ということで、そのいわばその行政手続きみたいなものを、まあ、やめてほしいというつもりで向こうへ行ってきました。で説明会というのは、まあ、名ばかりで通達、ね、それもいわば政庁の役人が来るので、もうレベルが何を考えているかわからない。例えば坂本さんが配っている大井原発の大井の差し止め訴訟に言われているその、人権とか生活権とかっていう、そういうレベルで言う一言も言わない。ナンガルの地震の強度が来る問題に関しては600キャルまで上げましたとかね。それからその活断層がありますので それはさらに調査がいりますとかね。こんなこと言ったって本当に今の地震学で言えば活断層の上だろうと横だろうと大きな地震が来るのは終わりに決まってるわけですね。それからあと、仙台にぜひ皆さん鹿児島県というところにちょっと行ってみていただきたいんですけども、なんとやっぱり噴煙がですねドッカーンって見えるんですよ、県庁から。で原発までですね50キロ内外かなです。でしばらくすると噴煙見た後にザラザラザラって降ってくるんですよ。勾配って言ってたかな、降る灰ですね。で道にそれ溜まってるんですね。で僕もそのちょっと自意識過剰だったんですけど、お風呂屋さんに行って本当にここは大変ですね、桜島ドカンってきたら、まあ、その灰をみんなかぶるようなことになるんですねって言ったら、全く冷静な感じで原発もあるのよって言われて、僕はもう原発の活動家だと知られ、こういうひげ生やして目立つようにしてるから知られてると思ったんですけど、まあ、全く知られてなかったんで、で県庁のそばのお風呂銭湯なんですけど、原発もあるのよとこう言われたんです。でそうするとこの桜島の灰をかぶっていれば原発がドカンってきたらどのぐらい恐ろしいことになるかって実感できるように思うんですね。 でも私たちはここをふるさととしてここで生活してここで生き抜いて死ぬまでここでいたいと、でこういう心情みたいなものはこうありありなんですね。なんでまあこれは昔友達から教わったサバラ坂っていうの3番があるんですけど、ちょっとギターなしで
ちょっとやらせていただきます。西郷隆盛や、いい男、国のためなら死ねと言った。シャカホイ、シャカホイ。これがあの宝塚の3番、ちょっと今あのキーを間違えましたけども、もう少しあのちゃんと焼酎を飲んでると出るキーなんですけど、今のシラフなもんですから出ませんでした。でこ の, あの国のためなら死ねばいい、あの 死ねるっていう時の国っていうのは、まあ、あの西郷隆盛は明治政府に反逆した、明治維新政府に反逆した人ですから、維新政府ではないわけですね。いやだから20万人、国のために、死ねと言うたということは、要するに自分の住んでる場所ですよね。まあ、要するにふるさと、こういうもののためには命を懸けなさいと言ったという歌が あるそうです。で、あのこのいう、鹿児島というのはそういう、反骨、政府権力に対する反骨心みたいなのがあるんですけど、現実に行ってみたらやっぱり結明会何かではやっぱり反対派は少数になってしまう。で、1日1000人とか2000人とか言われてますけども、原発で働いている人たちのいわばその会社がですね、説明会に今日同意して、で説明会の完全否定席で、司会もその否定席を 誰に発言してもらうかっていうのも前もって決めていて、いわばシナリオ通りの説明会で、この説明会が5カ所であったのですが、最終的に鹿児島市とそれから薩摩川内の他には、説明会の都営庁に、市役所の許可を得る必要はないという、非常にその強権的なですね、圧政をしたわけですね。で今沖縄でですね、衆議院が解散して、まあね、一種の真空状態になっているときですね、真空状態というのは自由かといえば、逆に真空状態で沖縄の検査前で何が起きたかといえば、機動隊が導入されて、そしていわば排除されようとしたと。要するに真空っていうのは権力がむき出しになるということなんですね。ですから今の状態というのはいわば権力がむき出しになっていますので、我々は十分気をつけなくちゃいけないとは思いますが、それでもなおかつですね、最後の最後ですね、踏ん張って、この一番電力業界のトップですから今で、鹿児島の九州電力は4年連続赤字と言われています。でそのたもとにですね、テントを建てたんですね。これは東京の経産省前テント広場の方が中心になって、我々に声をかけてくださったんですけど、その浜辺に、グミザケ浜っていう浜辺に立っているテントから見ますとね、やっぱり怪しいですわ。朝から晩まですごい勢いで工事してます。結局工事をお金払ってたらね、黒字になるわけないなって感じですね。で2011年3月11日に、止まったと音が一つあります。それは3号機の増設です。でこの3号機の増設が止まっているんですが、この新しい基準で再稼働していく過程でですね、どうも工事のやり方を見ていると3号機のための工事までやってるというふうにしか思えません。で現場にいるともう本当に朝早くから夜遅くまで、ガリ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 とユンボの音が聞こえております。ですからこれは必要以上にやってるとこういうことで、この居直り方っていうのはだん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 むき出しになっています。要するにこれで県知事それから薩摩県大市長が飲んでしまったわけですから、誰も合法法律的に問題ないというのは福井地裁ぐらいのもんですね今のもね。
あと我々、それから地元の方々の長い長い30年以上、そういうものに戦ってきた方々です。で、ウルトラシーはありませんかと、まあ、その聞いたんですけど、3月11日 のようなことが起きる、もしくは桜島がドカンと行く、でその何トンという、石が飛んできて、原発の屋根をぶち抜く。そういうイメージしかもはやないんですね。だけど、それで諦めない。だからって諦めない。ドカンってきたらどうなるんだっていうと、まあ、鹿児島壊滅ですわね。要するに桜島っていうのは大正年間に爆発して、大隅半島にくっついた。それまでは桜島っていう独立した島だった。そのぐらいに大きな火山活動が大正年間に起きてるんですね。ですからそういうことがもう一回起きたら何が起こるかわからないということを前提に皆さん言ってらっしゃる。そして説明会もやっぱり生活優先というか職業優先というか関連業界が抑えて、そういう反対派を排除しながらやってしまったわけです。でこれをモデルとしてこれから高浜でもやるだろう、それから伊方でもやるだろうということで、最近伊方で事故が、放射能漏洩の事故が起きましたけども、これで伊方は少し遠のくだろうと。で私の場合はデートジプシーと呼ばれていまして、一箇所にいてそこから別のところに移動するときは必ず背中の方へ石が飛んでくるような感じで出るわけですよね。裏切り者って出る。だからそういうことを繰り返しますけれども、この仙台モデルっていうのがですね、今後どこの町でも起こる。要するに一つの原発を再稼働するってことは1000人2000人の従業員が入ってきます。でそれを雇っている会社がいわば説明会とかなんかで反対派を隅っこに押しやる、もしくは入れない。でこういうことが起きるとすればですね、この仙台モデルっていうのがあるとすれば、我々はこれからどういう反対活動をしてどうやって止めるかっていうことが、これ本当に大事な正念場になるはずです。でそれがまあいわばその、書類的な問題は進んでると、法律的な問題は進んでると。であとはそれが現実になってるかどうかをチェックする時間があるので、今年度中に再稼働ということですから、要は3月ぐらいがすでに、ゴーサインが出てしまう、もしくはスイッチが押されると。でそうすると、テントが鹿児島に建てた地元の方々のテントが、組崎浜に一軒増えました。地元の方も、もうもはや中心は、県庁や、いわばではなくて、いわば規制庁そのみ自体、東京にある規制庁、もしくは鹿児島に出ている規制庁の出先の人々、それとそれから宮殿しかない。この2つしか敵はない、今ね。でこの敵っていうか相手はないということで、それはまあ原発のそばにテントを建てて、我々は屈しない、諦めないということを示し続けるしかないということですね。でここで何か展開が、良い展開ができれば、の日本中でそうやって頑張ってらっしゃる方々のいいヒントになるので、今すごい薩摩仙台を中心に、反対派の方々は本当に知恵を絞って必死になって反対運動を続けています。ですからまあこれ行政がこういうことになったので、もうこれはギブアップだということですので、皆さんもこの大火災原力に高浜の原発を許されるという、そういうハウトゥーみたいなものを拡散しながらですね、全国レベルであらゆる位置で原発を止めるような運動を展開していただきたいというか、僕も頑張りたいと思いますので、ここの日本一の、電力会社で、きちんと毎週毎週みんな集まってですね、いかに止めるかということを話し合うということは
本当に今緊急課題だと思いますし、大事な問題だと思いますので、今後ともこの完全の方位というか、この集会をですね、皆さん軽く考えないで、本当に大事なこの行動なんだというふうに思っていただいて、来年3月ぐらいには高浜方面から、関連方位1万人集会というのは提起されています。これは僕ができているんじゃないんで、ちょっと野次馬的な言い方で無責任なんですが、もう来年にこの関連方位という関連をのに対して、抗議をぶつけていくということはいかに大事かということは高浜の方々も考えてて、来年、関連法1万人行動というのをやりたいと。要するに国会とか東京の規制庁でみんながワイ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 やってるんですよ。それにしては大阪ってなんておとなしいのっていうね、そういういわばそのからかいというかね、それほどブルジョワジーに負けるのかみたいなね、そういうふうに思われていますので、ここはやっぱり何話のど根性でですね、日本中にね、完全に負けないという、完全の原発部門に負けないっていうね、そういう強いですね、アピールを皆さんでやっていきましょう。どうも、ずるしいこと言ってすいません。今思い出したら、僕の親戚が何年か前に鹿児島県に移住してたと、今思い出したんですね。311万円なんですけど、マンゴーを作ってるらしいです。果物、マンゴー買わへんかって言うてきたんで、なんとか買いましたけど、おいしい、冷やしたらおいしいですね。真夏にちょっと冷蔵庫で冷やしてですね。マンゴーはなんかでも作るのにすごいハウスとかで燃料費代がいるらしいっていう話を他の人から聞いたんですけど、どんな感じで暮らしてるのか全然わかんないんですけど、やっぱり台湾みたいにはいかへんもんだと。やっぱり九州中ってそんなにぬくくないらしいんで、九州とか沖縄県とかいったらもうみんなトロピカルでなんかハワイな感じでやってるのかなと思ったら、結構寒いらしいもんなの。実は台湾も結構寒いんでしょうね、冬になったら。まあでも冬に行ったら行ったで、この程度で寒いって現地の人は言うのってな感じで驚いたりするぐらい暖かいですね。なんていうか、そのスプリングコートで十分なぐらいに暖かいとか。いやでも1月に行って、その裸で出たら風邪ひいちゃうっていうぐらい。そりゃそうですよそうなんです。いやでも僕あれなんですよ、お風呂入った直後に布団張ると寝汗かくんですよ、だから体温調節の関係で、バーッと暑いから、そう、布団もめぐって、もう裸になって寝たら、何時間後にすごい冷え冷えになってるっていうことを繰り返して。そういう時は、ほら、よく夏用として売ってある、はい、給水速乾の素材とかを。給水速乾ドライネージとか、はい。こう、ユニクロとかでも安く売ってるような。そういうその汗をすぐ吸って乾いてくれるというふうなのが、そのこう冬でも夏でも必要かな。そうね、その水分ね、その体が濡れちゃうとかえって熱がどん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 生まれますから、だからユニクロのヒートテックってあるじゃないですか、はい、あれも割と濡れすぐ濡れ汗で濡れちゃうから、本当の登山の人とかはあんま着ないらしい。まあただあれは要するに汗をどんだけ吸収できるかということに限界があってそうなるんですね。でもそのそれって言い換えると、登山並みの激しい運動でなければ大丈夫。まあそうですね。ご自宅で眠るのは登山並みですか。いやもうあれです。だから、あ、そうですね。家の中で寝るのは全然 OK なんですね。かね、登山用のそういったそのヒートテックより高機能の肌着、高いですよ。高すぎますよ、何千円もと。民主主義というのは順番を守るというか、自分だけ出過ぎないようにするのが民主主義だと思うんですけど、ちょっと隙間があって、
しゃべるは歌うはもうどうしようもないっていう感じですが、民主主義のためにですね、皆さん次はですね、発言してください。何かしてください。それまでのつなぎで、毎度おなじみの歌を歌わせていただきます。白熊って小豆とかなんか熊川鹿児島よく細長いアイスクリームみたいなあるじゃないですか。果物の破片じゃないの、パイと入ってるやつ、さよ思いははるか誰がふるさと壊してしまったの、ただただの大地から。インフルエンザにかかって寝込んで、その時が見とくて寝れなくて、なんか生き地獄のようなすごい状態で、ふるさとふるさでも忘れはしない。誰がふるさとをなくしてしまったの。なんか2年前の今頃は今日の談話聞いてみたいのが談話で一番ひどくて、八方さんも、張曹博さんも、皆さん、歌ってらっしゃいますので、私が出る幕はないのですが、皆さんが、これから発言に立つための何かきっかけになればということです。どうぞ、ひと方どうぞ。前の衆院選挙のでその、はい、なんかいきなり党名変えて合流してとかいうのがあったときは、わけわかんなくなると思う。うん、そうそう、みんな混乱してましたよ。本人、いや、当事者も混乱するんじゃない。そうそう、結構、日本の政党の名前って割とあんまり個性がないってあれですけど、あんまり同じような名前がいっぱいあるから、ようわからない。もっと面白い名前にしたらいいと思うんですね。皆さんこんばんは。先ほど配信されてる田口さんも、言われてましたけれども、明日、JR 大阪駅前で大阪講座ありますので、ぜひ、参加の方よろしくお願いしたいと思います。で、昨日、多くの方見られたと思いますけれども、ゲート前で、機動隊に倒されて、83歳の島袋さんですかが、救急搬送されたということで、私も仕事の合間でしたので見てたんですけれども、この前の、市議選終わって直後の出来事です。で、工事については、強行して、進めようとしていると。で、これが安倍政権がいわゆる粛々と、工事辺野古の工事は進めるといった粛々の実態です。で、
会場についても、カヌー会の方が、拘束されるというようなこともあります。この辺野古基地の建設の推進については一切とどまることをとどめることをせずに、これから先もおそらく強行して続けようというような動きなんだと思います。その意味でもですね、ぜひとも明日大阪ではありますけれども、大阪行動、辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動、多くの方の参加をお願いしたいというふうに思います。で、離れているので、歯がゆい思いをしながら、その動画配信を見させていただきました。で、沖縄の方でずっとゲート前をゲートを封鎖しながら座り込みをしながら、アルソップと県警の機動隊と対峙しながら戦っている県民の方々の姿、これをずっと見ていました。で、できることは何かということで、とりあえずですね、オーバーを押し倒した機動隊の異常な警備行動、警備活動、弾圧活動、これに対しては抗議をすべきだということで、沖縄県警の方に即電話をしました。で、本部の代表電話しか分かりませんでしたので、本部の代表に電話しましたけれども、代表の高官はなんと派遣社員を雇っていました。各府警ともそうなんでしょうか、よく知りませんけれども、大阪府警は確かそうではなかったと思うんですけれども、本部に電話して、大阪の場合は本部に電話して、なんちゃらかに電話回せと言うと、すぐに回します。で、沖縄県警の方は、例えば警備課に電話を回せと言うと、その、派遣社員は、いえ、回せないことになってますと、相談係の方に回しますというようなことでした。で、結局相談係に回されてですね、そこで、苦情というんですか、自分の主張したいことだけ言って、これを関係部署に回せと、経理課と機動隊本部に回せと、で、名護署の署長並びに県警本部長にも、連絡をしなさいということで電話を切りましたけれども、非常に対応の悪い沖縄県警でした。おそらく、これから先ですね、どなたが電話してもそのような対応を取るんではないかというふうに思われます。でも、まあ、ということなくですね、離れた地域からできることということで、県警であったり、沖縄の防衛局であったり、そういうところに、きちんと抗議の声を届けるということは、懲りずにですね、ずっと やっていかなあかんかなというふうに思っています。以上です。ということで、明日、3時半から大阪駅前、よろしくお願いしたいと思います。以上です。言われました。近くなったので、今日が21、今日21、来週28、金曜、来週のこの行動の翌日、29と、30日もあると思ったんですが、確か、岩国で、岩国、正式名称忘れました、すいません。いわゆる反戦岩国行動が、29、30とあります。で、こちらの方もですね、岩国基地が増強されるということで、毎年、この時期に、岩国行動が反戦反基地の岩国行動が、行われているようです。で、初めてなんですけれども、私はこの来週ですか、岩国行動の方には、行っていきたいと思います。で、岩国も実はいろいろな、飛行隊というんでしょうか、いろいろなところからですね、岩国基地に、移住されて、岩国基地が増強されると、これいつも発言していますけれども、いろいろな機部隊が岩国基地に、移住されて、岩国基地の、工事の発注もどんどん増えてきています。で、おそらく、岩国基地がこれから先、ずっと、増強されていくだろうと。しかもですね、岩国の、市長であったり、山口県の県知事もそうだと思うんですけれども、基地推進派です。で、これからその基地増強を推進していく流れは、我々の闘争遺憾で、変えていく必要があるのではないかと、我々の闘争の力によって変えていく必要があるだろうということで、微力ではありますけれども、岩国行動に参加して、その戦いを進めていきたいというふうに思います。これも29日、来週土曜日、および30日の日曜日で、岩国講座ありますので、そちらの方、もし、時間
終わりでしたら参加の方よろしくお願いしたいと思います。以上です。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。どうも、例えば、関連法移行のお片付け対応が始まってます。バナーが地面に貼り付けられたバナー関係をですね、ツイート納入物の皆さんは皆さんまだなんかやってます、いや、まだやってますっていうか、というわけで、本日は、なんていうか、その、まあ、今日は25人ぐらいということですね、ツイート納入物の方は。まあ、それはさておき、今からコールやるんで、これをちょっとトラメ顔の向きを変えてくれって言われたら今日このことになります。これ。こっちに向けた。南妙法蓮華経って感じで。生阿弥陀仏。諸行、どうも、本日はどうもお疲れ様でした。この前なんか喫茶店で、はい、変なやつらが変な話をしたという。そうそう、在都会系のやつと。宮なんとかってやつですね。宮井なんとかってやつ。宮井、あれなん、将軍の将、まさるって読むのかな。まあ、わかんないですけど。濃い人と、濃い、まあ、顔が似てるから多分そいつだろうっていう感じなんですけど、それと、まあ、警察が、大声でおしゃべりしてた、うん、お笑い。見合いの方が普通に遠慮のない声量でしゃべってて、バカだな。公安は、まあ、少し、
モニョモニョした声ですけど、基本的にモニョモニョってした喋り方しちゃうんで、あいつらはモニョモニョってしちゃう。ということで、LINE はあの上からは許可されてるんだよって、やっぱり LINE だよね、 LINE を使ってはいけないっていう指令は来てないって言ってました。役人独特の喋り方で、禁止ではないっていう言い方をするんですよ。禁止の指令は来てない、来てない、つまり OK ですよって言いたいことはそうなんですけど、Twitter は禁止なんですけど、それは特に言及じゃない。いや、そうらしいんですよ、警察学校で言われてるらしいんです。 Twitter と Facebook は禁止なんですよね。でも LINE は OK、 LINE は禁止されてる。あれスタンプとか使ってるんかってことがあります。まあそういうわけで使ってたら嫌ですね、はい、まあそういうわけでございます。明日は動画削除されないように、祈るしかないってことですね。ああね、削除、削除されたんですね。大阪行動。2回目でございます。2回目の削除でございます。何で削除されたかとか、なんか。いや、多分だから、プライバシーな侵害だこうたとか、YouTube にが言うには、申し立てが入れられました。で、申し立て入れたのは、誰かです。だからもう権利者ということは、本人は、あの、オスプレイ野郎がそんなことできようできへんと思うんで、好きやろ、ね、一番うるさいやつやね、多分申し立てせえよ、入れ知恵したあ入れ知恵したのか直接やったのか知らない、警察ですよ、うん、で、おそらく警察が直接やったか警察に入れ知恵されたか、ずっと喋ってたじゃん、上で喋ってたやろ、あの時にお前警察の方から削除してください、よろしくお願いします、あどうもどうもよろしく、あどうもどうもどうも、あどうもどうも、あ、よろしくお願いします、どうもどうも、ありがとうございます、あ、お疲れ様でした、そういうことでして、さようなら、あ、さようなら、ピンと合ってへん、これ暗いとこの、あれなんですよ、この機械くんがちょっと、もうだいぶ、あれですかね、また 3G 回線らしいですね、はい、だからもう、買ってから2年以上経ってるんで、今月、来月からこれのゲップが終わります、の寝たい買い替えやな、いや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 あと5年ぐらいなんとか使えないですかね。5年は無理やと思うわ。 2.5 年ぐらい、あと 2.5 年じゃなくて、2ヶ月じゃなくて、あ、いや1年か3年、あと3年、いや2年、あと2年、なんとかならないですか、難しいな、2800円安くなる電話料金が。 ありがとうございます。まあそういうわけでございます。まあそのあれですよ、で若造は、オスプレイ万歳言うた若造、あいつはなんか心配してたみたい で、で、例の年寄りが通りがかりに、カリスマ、お前にはカリスマ、お前の悪いようにはせえへんからとか言って、ボソッと言うと、悪いようにしてるからすべえねん、みんながまとめ集会というわけで、そのテントで吸いながら。オスプレイはだいぶ有名人になったか、僕のせいで、よろしくお願いしますってことになります。あ、今度言ってやろうかなと思うんですね、明日、だいぶ有名人になったねって言ってやろうかな。よそに行くやろ、あちこちで拡散してやるからよろしくお願いしますっていう感じで、うん、その時はぜひとも写真画像を添付で、あもう添付しますけどね、ツイッターで、目線入りの画像も作っていただいたんですけどね、うん、かえって怪しげさが倍増するんで逆にいいかななんて思ったりとかしますね。どうも、うん、というわけで本日はオスプレイアルバム見てるかってことでして、あ、お疲れ様でした、うん、というわけで本日寒くなってきたんでもう一つ終わります。どうもありがとうございました。どうも失礼します。わー、これ自分でも拍手しながらね、わーということでございます。ありがとうございました。で先ほどこのステッカーもらったんですね、この松戸市のこのステッカーもらったんで、これいろんなところペタペタ貼ってったらですね、夜中に橋本島の家に貼ってあったりとかですね、行ったらいいと思います。というわけで本日はどうもありがとうございました。わー、パチパチパチ。